古兵は中華人民共和国石膏省、広州市出身の男性タレント。身長189センチメートル。地元で開催された貿易会社主催のファッションショーモデルを務めたことがきっかけとなり、ルイ・ヴィトンの専属となるなど、中国発の男性スーパーモデルとして活躍。90年代後半には、テレビドラマや映画、歌の世界へも進出し中国国内で絶大な、 人気を誇った。ファッション雑誌の編集やプロデューサー、実業界への進出等マルチな活動でも知られている。2005年に日本に進出。2007年4月にはアメリカのプロダクションと契約し NBC の俳優養成プログラムに研修生として参加するなど、国際的な活動を続けている。2004年、日本のバラエティ番組、世界バリバリバリューで、 そのリッチな生活ぶりが紹介された。2005年2月に初の日本コンサートを開催、同時期に宮城県のふるさと大使である宮城夢大使に任命され、日本進出の意向を打ち出し始めた。花流という言葉が生み出された時期と前後するように登場し、小兵をその日付役とみなした日本の一部のマスコミに注目された。2006年に 芸能活動の拠点を日本へ移したが、全評判に比べあまり話題にならず、2007年春にハリウッド進出を宣言した後、日本での消息は一時途絶えた。2008年、フライングボックスのマネジメントで日本での活動を再開した。2009年にクリームインターナショナルへ事務所を移籍。ありがとうございます。